さて今回もトランスポートインクやっていきましょう。さあ今回からチャプター6でついに列車が登場するみたいですね。さあまずはじゃあパリから走らせたいとこですけど、ライセンスを買わないといけないと。ライセンスはあるね、あるね。20万、 OK。 車だね。とりあえずじゃあパリから出そう。お、待って待って、これ超近くに151ありますよ、荷物。まずこれで行こうかな。でも需要って多分一緒だと思うんですよね。ある程度残しておかないとねえダメだと思うんで、多いところこう200とかはあえて触れないでおこうかなと。さあ行けますか。よし、あげれそうだね。とりあえずは稼いでいくしかないかな。うん、いいのないかな。荷物ですよね。パッセンジャートレインなんで、多分荷物運ぶ列車ではないと思うんですよ。だ、荷物を車で運べばいいだろうと。オッケーオッケー。遠いよね、126。いや次あれか、お金的にしょぼいのしか出せないか。進めましょう。よし、ここ完成したね。まあ大体90が限界ですね。これ以上増やすことできないと。で、こうやってね、需要が見えるんですよ。まあ一応ここでも確認できますが、全体としてもね、ここから見れるんで、まあ、これもちょっと使っていこうかなと。で、ここ行くか、パリから。147。ん？あ、こっちか。あ、パリから500ありますね。よし。これでパリにディポット置けばね、行けるだろうと。どうしよっかな。8万、12万か。で、いきなり、とんでもないの打っちゃったね。じゃあパリから20人の、これかな。んでも座席のレベル結構重要なんでね。お、なんだ？おい、ライバル企業でサンタ。サンタってサンタなんだ本当に。前回ライセンスを買収しまくっていた会社がありましたが、それがなんかしてますね。ちょっと気に食わないですけども、いい客乗せてないかあいつら。ライバル企業の登場ですよ。前回我々がねイタリアを征服したりしましたが、違ったところの。そっか、サンタすらライセンスありますよね。無償で発行されると思うんですけど、需要的にここを吸ってんのか。いやー鬱陶しいですね。イタリアのやつは基本変わらないね。初めてのライバルだ。じゃあこれは楽しめそうだね。40、これ使うか。40、荷物結構稼ぎやすいと思うんですよね。ちょうど40じゃん。これ行こう。ぴったりじゃないですけど、大体40なんで。あー、料金下げかな。とりあえず強化もね、したいですが。これあれだね。ドライバーの賃上げはしたくないですね。前回は最高で、いくらだっけ ?6000 かな。まで上げたんで、そうならないようにしたいなと。スピード上げますか。とりあえず料金を上げていきたいと。詰めるうちはね、その設定でいきます。上げて上げてと。結構荷物稼げますからね。早すぎると荷物ないかな。その懸念もあるよね。料金的な問題か。まあ、最適な値段にしておきます。 OKOK。 今ハッピーだね。下げてもいいかもね。でまずはマネージャーですが、各種マネージャーいるらしいです。で一応全部入れといて、
リポッターここかな。これまず車が、まあ、破損することはないだろうと。まず4台入るようにしておいて、しばらくはね、何もしなくてもいいようにしていきながら、お、ホリデイズ。どこですか？どこだったんでしょうか。あ、サンタ移動したね。ああやって移動してるんだ。さあ、まず稼がないといけないね。細かくいくか。ここ24いいね。サンタが来なければ。いや、出た賃上げ軍団ですね。作っておきますが、給料も後で見よう。20は12万か。12万は高いな。一旦36のバスにしようかな。かまこっちでいいか。ちょっとした乗客ね。お、いけますね。まず上げていきます。83、82だね。給料上げよう。まあ、どうせ最後は最高まで上げるんで、いきなり高めてもいいんじゃないかな。81か。 OKOK。 さあ、まずは効果的に稼いでいこうか。やっぱ荷物がね、序盤は一番いいと思ってるんですが、まあ、なかなかトラック高いんで、今はこの黄色い客で稼ごうかな。とはあんまり人数いないですね。で、列車なんて多分ライセンス買ってバンバンね、他の国をつなぐと思うんで、そこは重要だと思いますが、ちょっと需要があんまないですかね。あ、直しに行ったか。その間に回復するかな。こうつなぎたいね。ルートはあるかな。あるね。さあ、ではここに出しますか。90120いけるけどね。この90強化すれば120になるんで、まあ、大体ね。まあ追加で9万も出せないから待つか。60の方だと燃料安いよね。まあいいや、こっちだね。さあ、とりあえず2ドル上げ。よし、スピード上げて。スピード上げたらいけんじゃないかな。で、次荷物の量増やしたいですけど、いけるね。もう一度上げよう。お、ここ両方こっちでもいいかもね。でも近場のやつまだ90いけてるか。これパリから出てるやつを変えて、このナントの方にして、この近いの60にするという手もあるよね。いけてるならでもまだいいか。よし、それをオプションとして考えよう。高い高い、めちゃくちゃ上がるね。ギョッケ。さあ、まずね、今回はせめてライセンス購入まで行きたいですけど、まで上げるか。今の状態なら割と買えそうではあるよね、簡単に。あ、そういう道あるね。言うてね、20万ですから。1台だけ車買って一旦待っとっかな。じゃあこれしばらくちょっと稼ぎに徹してやろうじゃないかと。3万2000くらい払おう。じゃあ10ドルあげます。これバンバンね、稼がしてもらって、前回行けなかったスペインとか、まあ、イタリアからどっか抜けていく的な、フランスからイタリア通ってトルコまで行くみたいなね。ヨーロッパの入り口まで行くみたいな。そういうのできないかな。
まあ、列車の需要の見方は分かんないですけどね。お、黄色やるね。まあ、彼らもやっぱ稼がなくちゃならないから、あ、頑張ってるわけですね。でサンタはね、とどまらないみたいに消えちゃったね。でスペイン、あ、いるな、結構。スペイン、イタリア、黄色は、オーストリアとかまたいでる感じか。オーストリア、これはスロバキア、あたりを結んでいると。なるほどね。よし、北買いましょうか。ライセンス購入。30万。下が荷物か。これは上でいいよね。まず、レール、シケルっぽいから。これどういう、こうですか？いけないですけど。前回行けなかったイギリス方面とか行けると思いますが。どう？あ、こことかか。すごい北の方まで行って100人とか。パリ全体図見れば分かるんじゃない？これ。そんなないですね。まあでもこの南の200人のところとかで使えるかなと。そこ余らせましょうか。ヘリポット作ろう。なかなかいりますからね。どうした？あ、ロードブロックされてるわ。このパリとここの間もっと増やそうかな。まあ、列車でだいぶ使うと思うんでね。これ1台あるだけでだいぶ変わりますからね。あ、でマルチルートっていうのあるね。これ見ようか。こう敷くよね。できました。シフトを押すと、あ、なるほどね。これは簡単な話で、ここからパリまでだと1本でそのルートなんですけど、経由して多分ここからここのルートを作るみたいなことなんじゃないかな。その分断の必要があるか分かりませんけど、一回やってみる。でここまでまずルートできないよね。置ける前提の話なんだよね、きっと。使うかな。どうでしょう。1ドルしかあげられないね。オッケーオッケー。で、ここに置いてもいいかな。さあ、1回ね、1万3000稼げるんで、とてつもなく大きな利益。あげあげよう。しばらくあげよう、ほら。5000まであげちゃおう。どうせこいつらあげるまでね、言いますから。あげた上で稼げる携帯を作ろう。お、止まってるね。料金的な問題か。荷物も急速に減りましたね。列車とかやった上でライセンスもいるもんね。イギリスは早く買いたいな。でも目標ですよね、一つの。中で一個やってみるか。実験的にですけど。さっきのはシフトをしてこうでしょ。あ、これで終わりでいい。あれ終わんないね。これで終わりか。ルートができるよと。このルートってあれかな、2つ一気に行くってことですかね。ちょっと列車出せないかな。山頂あるある、いけるね。あ、そういうことか。また別の話なんですね。ここで多分人を積んだ上でここでも出せるんで、80で50はどうなんだ。赤字なんじゃないのか。
なのでこいつよこいつ、こいつを溶かして別のとこでやらせればいいわけですね。ちょっと作ろう。40人くらいのあるわ。君、はい、移りなさい。よし、来ましたよ。これで2つ通って、まあ各駅停車ですね。中間の街は知りませんが、まあ大きな都市はちゃんと止まっていくよという。来た来た来た、これで置くわけですよ。するとここに止まって入れた上で下に行くと、高いのかな。空席が目立ちますね。5ドル下げましょう。あー、いいねいいねいいね、こんなんあったんだ。下げよ。40人乗せてもしょうがないんだろうな、きっと。スピード上がるが燃料費が高くなるのかな、これで。赤字でしたね今ね。とりあえず積むことを意識しよう。3800円安くないですか。列車って多く乗せるのが利点だと思うんですけど、一応8人乗りましたね。あ、降りない場合もあるんだ。これパリに行きたい人が多くて降りなかったんだと。パリに行く値段が安くなったから途中で降りなくなったのかな。真ん中の街の需要の低さね。需要というか降りてないですね、まずね。一応リポート置きますね。めっちゃお金あるわ今。これね、マネージャーがいるわけなんで、まあまた出してと。ちょっと高いんだね。さとえ我々1台出しましたね。もっとね、人が多い中間があったりしたり、もっと長い路線にできたらいいと思うんで、ライバルを見ながらですけど、大陸横断無理だと思うけど、もっとなんかね、長距離運ぶようなものを作ろうかな。値段上げよう。降りね。1。今、どういう利益？中間いらないかな、これ。パリから真ん中のブルージュですかね。あ、降りた降りた降りた。あ、別に満員が正解なきゃじゃないのか。これさ、この、パリと下の町だけ需要が高いんで、真ん中は補充か、まあちょっと乗ればいいかなくらいの感じで、パリと下だけ乗ればいいや。それだけ調整しましょう、最後に。これ全員降りて全員乗ればいいんですよ。上と下で。OK、下げよう。あー、なるほど。これ失敗ですね。ちょっと値段を変えようかなと。パリ乗るかな？あー、パリは乗るね。所得格差ですか？ここが問題だね。あ、でも乗った乗った。じゃあ38ドルでいいですね。結構稼げるんだと。ちなみに取引見ていきますが、さあ車だと、まあ最初に置いたトラックとかだいぶ稼いでくれてていいですね。56万とか56万だとか稼げてるよと。で、列車ね、まだね、時間は短いですけど、17万16万稼げると。増えててますね。しっかりと稼げているんだと。ではドライバーさん、列車の方高いな。え、これ最高いくらよ。2万くらいないか。1万5千くらいですかね。まあちょっと上げときますか。何か言う前に上げていこう。さあ今回から列車が出てきて、まあより広い距離を、長い距離か、長い距離をつなぐことができると。で、座席数がね、120まで行くので、まあバスで言うとね、バスで言うとないと思うんですよ、そんなにあるのは。なので前まであったなんか数百人とかいる町において重要になってくると。で、その需要がね、遠くまで行けば行くほど価値があるので、ライセンスだね。次回じゃあライセンス購入と鉄道網の拡張ですよ、やっていきましょう。